はい、高すぎます、高すぎます、さっきまで晴れてましたね。今雪がパラついてきたけど、じゃあ今日も、砂物、ノーカットで、ノーカットで、音楽うるさいな、ノーカットで、下まで滑っていこうと思います。混んでるのか、空いてるのか、皆さんの目で確認してください。今日はスキーですね。実はこのスキーまだ買ってから1メーターも滑ってません。じゃあ滑りながら行きましょう。音楽うるせえ。雪質ね、雪質ね。ちょ待ってよ、ちょもうちょい下まで行くわ。雪質ね、行きますよ、行きますよ。こんな感じ、こういう感じ。もう一回、もう一回行きます、もう一回行きます、もう一回行きます。こういう感じですね。あ、晴れてきたな。雪パラついてるけどね、晴れてますね。割と晴れてます。雪はね、これね、あれか、雨降ったじゃないですか、この前。あれから20センチぐらい積もったんですよ、雪が。で、その20センチの雪は雨食らってないんですね、多分。で、踏み固められてますよ。うん。だから滑りやすいですよ。ケツパッドいるかな、これ微妙だね。すごくちょうどいいね、ピステになってますね。踏み固められた。さあ、滑りながら行きましょう。フリースタイル板ってあれだな、ラディウスで曲がっていかないから、たわませないと無理なんだね、これ。たわませて曲がるんだね、多分。まだ慣れてないからあれだわ。さあ見ていきましょうか。うん、テクニカルコース見えてきました。やっぱね、この真ん中の、ダイヤモンドコースだっけ、人がいっぱいいますね。うん、これテクニカルコースで、ボコボコですね、ボコボコですね。あー、コブができてないね。ボコボコのパウダー。パウダーっていうかさ、新雪ですね、これ。23センチぐらいの柔らかい、柔らかい雪ですね。これ、こういう斜面好きな人いるんじゃない？こういう感じ。こういうの。こういうの。こういう感じ？こういうの。もう一回行きますよ。うん、パウダーだね。パウダーですね。うん。で、だから、藤っ子はパウダーですね。真ん中もパウダーが踏み固められたっていう感じですよ。うん。板の幅が、はあ、広いから慣れてないな、まだ。さあ、ここのあそこはどうかな。うん、コブできてないね。あ、このコブがさ、コブ斜面、いつもこれ2段になって、上の段下の段ってコブ斜面になってるじゃないですか。コブできてないですね。新しい、雪、新しい雪ですね。踏み固められた、まだカチカチになってない踏み固められた雪ですね、これね。あ、これ滑りやすいですよ。うん、これおすすめだわ。ツリーランもこれだったら、もうこれ慣れてない板だから、この板歴まだ、5分だからさ行く気にはならんけど、よっ、さあ滑ってみましょう。ふぅ、
壁もありますね。これ壁もこれ凍ってないよ、うん、壁関係壁関係楽しそうですね。さあ並んでるかな、ダイヤモンドプラット。30人ぐらいか、割と混んでますね。あのね、ゴンドラから見たあの駐車場ね、並んでるの、まあ3000台止まるんでしょ、2500台ぐらい止まってましたね、うん、だから割と混んでますね。ただ今日散らばってるから、みんな藤子、あの庶民にも行っとるじゃん、散らばってるから藤子に、だから割とそんなもうむちゃくちゃ混んでるってわけではないですね。はい、ダイヤモンドクワット前ですね。はい、次ダイヤ行きます。次ダイナー行きますね、ダイナー。はい。